はいどうも、岐阜の伊丹地かきです。今回は市民です。あーマジか、恋人来た。くそ、やりたくねえな恋人。俺な、恋人やるとなすごい必死になっちゃうんだよね、毎回毎回。さあ夜の行動、はい、あー相方ローラか。なんかショーンとローラちょうどいい感じやな、ちょうどいいカップルや。さあ深夜夜も更け、まぶしい。はい、話し合いが始まるまでに高評価をよろしくお願いします。あ、どうしよう、ていうか普通に黙ってていいか。ヨドピクミン、サンタ入れるの忘れた。あ、マジか、そうなんや。サンタ入れたかったらしい。クリスマスじゃないぞ今日は。マイクしろ、ショーンしろ、アンナしろ。え、まさかの。カミングアウト。1、2、3人。なんで？カミングアウト。スライド？そのすら意味あんの？そのすら意味あんの？意味ある？びっくりした。速攻でスライドしたぞ。CO したと思った。意味なかった。マイクショーにわーい、わーい、白や、白だ。まあいいさ。サイコ潜伏。あ、そうか、狂人オルデか。わからんよ。わからんぞ。わからんぞ。狂人潜伏かもしれんぞ。狂人潜伏。潜伏かも。かもしれんぞ。え、ロディめっちゃ初心者じゃん。恋人って市民陣営ですかって。 Y 恋人ではない。マリアンヌの一人称 Y かよ。マリアンヌの一人称 Y 把握 Y なのね。パン屋おらんやんって言っとるけど、ロディどうした？これカオスやな、ロディ。あ、そういうことね。進行変わりたいってことか。まあまあ、今日はマリアンヌで、明日はまあなんか誰か、うまそうな人にするか。うまそうな人にしよう。進行しよう。とか、めっちゃ適当なこと言うな。あれ、うまそうな人狼が進行するかもしれんねんな。うまそうな人かっこ笑い。さっきの発言からロディがこいつではないと思うから、ロディつっていいと思う。おぉ、どういう推理だ。進行は明日から2人出して交互にしましょう。ミカがロディ殴った。ロディ殴ったぞ。どういうことだ。ミカがロディいじめとる。恋人でなければ。え、なに、ロディとローラ指定し、あ、ほんとや、仮指定しとる。はい、ロディとローラ殴り合え。やばい、ローラ恋人やぞ。殴り合え。ローラ恋人やぜ、頑張れ。頑張れ、ローラ。ロディ釣ってよし、適当すぎる。反論が適当すぎる。怪しいところから潰していく。俺がショーンでフェイがマイク裏の、あー、それやな。おスーザンそうしようぜ。スーザンそれいいね。ただ、あ、てか、サイコいるから、ゾーン決めんとな。ゾーン決めるべきでは。とりあえず指定決めてからね。はい、延長希望。どっちか占い師なら普通にサイコも占い師もする。延長希望。進行交互とか普通じゃね？交互って、提案するとか普通じゃね？普通では。そんな村目か？回避薬。罠回避かな？どうなんやろう？罠回避？
スーザン・ミカ？ん？ローラの約束なんやろうな。スーザンがミカとビル、え、ビルなんておったっけ？あ、おった。ローラさん、市民陣営の最初の仕事である回避貫通の選択放棄し、ロディなんだ。ロディなんか拗ねた子供みたいな。ロディなんか生意気だ。生意気だな。生意気だなってどういう意見だよ。そうそう、そうやで。で？ゾーン決まった？ゾーン決まった？スーザンがミカビルで？で？めちゃめちゃあれじゃん、グダっとんな、グダってんな、ショーも大して殴る感じもしないし、同調多めだから強強い。おい、ミカ！ミカ、それは、それはいかん。いかん。俺ミカ殴るわ、じゃあ。ミカ殴るわ、じゃあ。殴るわ、じゃあ。ミカは、とにかく、多方面を殴ってる。多方面を、雑殴りしてる。人狼殺好きそう。好きそうな、雰囲気を感じる。30秒前。してローラやめろ、ローラ頑張れ、ローラ頑張れ、ローラはなしな。カミングアウト。10秒前。こうかな。対抗ないの。転がす。貫通やめろ。ロディ釣りて、ロディ釣れ、やめろ。よし、ロディいい。うわ、あっぶね。あっぶね。でもこれローラ噛まれるな、多分。受け回る。ローラ噛まれるなぁ。30秒前。ロディですか。ローラ噛まれそうやなぁ。10秒前。ローラ噛まれそう。ローディー処刑。夜の行動。深夜の吹け。おお、ビルが死んだ。なんだ？あ、あれ終わった。あ、ローラ最後やろ。お、勝った。あ、これローラ最後だろ、多分。違うか？あ、やっぱそうや、うまっ！え、めっちゃうめえやん。ローラナイスすぎる。すげえ。ローラナイス。ナイス。すげえ。ショーン市民恋人、ロディ人狼。あ、ロディ人狼なんか。なるほど。マリアンヌ霊能者で、ローラ最高恋人、フェイ狂人、ビル人狼、スーザン占い師で、ミカはなしのマイク市民か。ミカはなしかい。なしか。潜伏最後強えじゃん。潜伏最後、最後強かった。強い。素晴らしい。
素晴らしい、最高だよん、かわいいローラ。よしよしよし。いやまさかね、こんなあっさり勝つとは、これすごいな。サイコがマナシシをして、なるほど、そんでローラを噛んで逆にオオカミ死んだんやな。めちゃくちゃラッキーじゃん。いやこれワロだな。ふあ、今日は超あっさり勝負が決まったな。占い師かめばよかった。なんだこれ。いやーこれは罠師対抗出るべきやったと思うけどな。なこよかったな、これミカが対抗で出とったら普通に終わっとったで。まあラッキーやったな、ラッキー勝利。お疲れ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。それじゃありがとうございました。